はい、どうもクーリンです。今日はですね、大阪クーリンズの活動です。今日対戦するのは関西の超強豪チームです。大阪ボンバーマンさんです。そして甲子園坊主も多数。今日の先発ピッチャーは藤原投手、阪神タイガースドラフト2位の投手だそうです。どういう経緯で入れたんですか？僕の知り合いで、はい、前々からですね来てくださいと。終わりました。はい、来ました。今日は5番で投手で行ってます。さあ、大阪ボンバーマンさんは前回ゴリラクリニックの大会で全国勝ち抜いてきた超強豪チームなんですけども、ありがとうございます。注目選手教えていただけますか？大八木。はい。1番バッターの、はい、背番号1番。大阪桐蔭から4番ベースターです。すごいですね。どういう経緯で入ったんですか？彼が連れてきてくれました。彼は平安高校。平安高校の全国制覇です。全国制覇の、はい、4番キャプテンです。4番キャプテン、はい、川井選手、はい、1番2番でちょっとどっちか出て点数取りたいなと思っております。ありがとうございます、はい、めちゃくちゃ振り抜きやすいですね。軽くてすごい操作しやすいです。今日はこれで打ちます。最後、さあ、それでは始まりました。マルチビクタスクーリンズ VS 大阪ボンバーマン。この試合は練習試合となります。まずは守るマルチビクタスクーリンズ、先発ピッチャーは左の変則ピッチャー鎌狩投手。普通自動車免許を持っており、とにかく運転のうまい投手です。対する大阪ボンバーマンさんは1番、元大阪桐蔭青柳選手。マルチ木製バットで打ちました。これは面白いところ、セカンドがナイスキャッチ。セカンドは中谷。そして2番は平安高校で甲子園優勝も経験している河合選手。ゴリラクリニック戦ではホームランも放ちました。その河合選手、選球眼が抜群。1打席目はフォアボールで出塁しました。ランナー1塁のピンチ。しかし続くバッターをショートゴロ、ゲッツーに仕留めました。クーリンズ初回無得点に抑えます。対する大阪ボンバーマンさん、先発ピッチャーは元阪神タイガースドラフト2位入団の藤原投手。元プロピッチャーに対してクーリンズ挑んでいきます。まずは初球、まっすぐ来ました。少しナチュラルに動いている印象です。さらに手元がめちゃくちゃ見づらく、タイミング合わせづらいです。2球目打っていきました。ここはサードゴロ。サードがめちゃくちゃ三遊間に寄ってました。ナイスポジショニング。クーニー1打席目はサードゴロでした。そして続くバッターは折笠2世、山崎選手。大阪クーニンズのセンスナンバーワン男。ここは内野ゴロでアウト。ツーアウトランナーなしと変わり、迎えるは3番バッター、元慶応大学のキャプテン河合選手。河合選手は元侍ジャパン日本代表でもあります。浅いカウントでは厳しい球は打たない。甘く入ってきたところを打つ。ライト前ヒットで出塁しました。大阪クーリンズ2アウトから出塁。さらに河合選手、俊足生かして盗塁。盗塁成功で2アウト2塁のチャンス。得点圏にランナーを背負った藤原投手、1段階ギアを上げます。しかしここはデッドボール。クーリンズ2アウトからランナー1塁のチャンス。迎えるは5番山崎兄、2番バッターの山崎選手とは兄弟です。大阪クーリンズのために毎度兵庫から駆けつけてくれております。外のボール打ちました。これは飛んだところがいい。センター青柳選手飛びつくも取れず、ランナー1人が帰ってくる。大阪ボンバーマンさん相手になんと先制点を取りました。しかし良かったのはここまででした。この後大阪ボンバーマンさんの怒涛の攻撃が始まる。2回表先頭バッター4番バッターは元阪神タイガースの橋本選手、マイケン選手と同級生です。その橋本選手が詰まりながらも持っていきました。センター前ヒット。4番バッターが出塁します。続くバッターは元阪神ドラフト2位
藤原さんもライト前ヒット、チャンス拡大。さらにはセーフティーバント、これをピッチャーの鎌狩が近距離イップスのため送球ミス。ボールが点々とする間にランナー1人が帰ってきました。橋本選手生還して1対1、クーニンズ同点に追いつかれる。ここから地獄の始まりだった。続くバッターはフォアボールで満塁のピンチと変わります。ここでクーニンズは早めの継投、アテンドが得意なアテンダー中村に変わります。この日はカラフルグラブを使っておりますが、相手チームから許可を得て使用しております。降板した鎌狩投手も見つめます。彼は野球以上に運転が非常にうまい。そしてバッターは平安高校出身の久保田選手。ここはスクイズを狙ってくるもファール。スクイズを防いだアテンダー中村ですが、甘く入ったボールを打たれました。センター前タイムリーヒット、ランナー2人が帰ってきて3対1。さらに1番の青柳選手、センター前ヒット、そして河合選手、フォアボール。これで再び満塁のピンチを作る。それにしても大阪ボンバーマンさん、名門出身しかおりません。一挙手一投足が参考になるプレーばかり。元プロの青柳選手の走塁を見てみましょう。非常に合わせるのがうまいです。そんなタレント集団に挑んでいく大阪クーリンズ、厳しいところを突くもデッドボール、押し出しとなります。さらに満塁の大ピンチで元プロの橋本選手に回ってくる。学生時代は日本代表でもあった橋本選手、打ちました。大きな打球、打球はぐんぐんと伸び、惜しくもファールですが飛距離は十分。木製バットで怪力を発揮しました。この1本で完全に大阪ボンバーマンペース。最後も臭いところつきますがフォアボールで押し出し。さらに元プロ阪神ドラフト2位の藤原さん、バッティングもいい5番起用。外のボール打ちました、これはポテンヒット、タイムリーヒットとなりました。この回ビッグイニング、セカンド橋本さんはもう疲れている。さらには明徳義塾で甲子園にも出場した森選手、森選手も打ちました、センター前ヒット、本当に隙のない打線だ。さらには昔クーニンが取材したこともある四国の独立リーグ出身梶選手、しっかりと見極めました。押し出しでフォアボール、さらに1点が入ります。個々の能力も高くつないでくる大阪ボンバーマンさん。さあそしてクーニンの2打席目を紹介します。前日は仙台でイベントがあり、当日の朝仙台から大阪に駆けつけたクーニン、大阪ボンバーマンさんの元プロピッチャーたちと対決できる。この日はワクワクしながら参加しております。ランナー二塁チャンスでの打席でしたが少し動かされました。ツーシームでショートフライ、チャンスで1本出すことができませんでした。さらに続いて対決したのが元大阪シティ信用金庫のピッチャー。大阪シティ信用金庫は昨年軟式最高峰の全国大会天皇杯で優勝を果たした強豪チーム、その強豪チーム出身のサウスポー投手、どんな球を投げるんでしょうか。まずは初球、130キロ後半のまっすぐ、そのボールを続けてくる。2球目は140キロ出てたかもしれません。この日は眼表示ありませんがかなり速く感じます。さらに3球目、ここは曲げてきました、変化球外れてボール。4球目、キャッチャーはインコースに構える、まっすぐ当たったかと思いました。残像が目に焼き付いたクーニン、とんでもないスピードボール、この後変化球で曲げてくるのか。
まっすぐ続けてきました。ビタビタコースに見逃し三振。この日は9人、仙台からサンタコしに来ただけでした。悔しい。試合後は大阪ボンバーマンさんと楽しくご飯も食べさせていただきました。関西でまた一つ野球の輪が広がった9人でした。今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。